えっと、僕はですね、結構焼肉奉行さんに対する当たりがきつくてですね。まあ、要するにあの、自分が食べたい分は、あの、自分で決めたいじゃないですか。自分が食べる分は自分で決めたいじゃないですか。なので、ご飯ね、食べに行った時に、あの、自分の前のお皿にですね、もう、料理をバン,バンバンバンって置かれるのが、次から次へと置かれるのが、もう苦手なんですね。で、僕はね、そんなに食が太い方じゃないので、 食べるのがね、たくさん食べるのとか苦手だし、あとは、ね、あのー、食べ物を粗末にしたくないから、やっぱりね、あの、出された分はちゃんと食べたいな、だけれども、ええー、と、やっぱり胃袋の限界みたいなものもあるし、お食事とかはやっぱり自分のペースで食べて、自分のペースでお酒飲みたいじゃないですか。なので、あの、<laughs> いいのが苦手なんですけども、やっぱり焼肉奉行とかやられる人って頭が悪いので、その辺って考えられないじゃないですか。もう、ええー、って、 アホやから、あの、なんていうんですか、もう肉、目の前の肉、べーって焼いて、べーって置いていくじゃないですか。で、それに対して、あの、要はもうそういうのが嫌いなんですよ。あの、お酒を強要する人とか、飲め飲めっていう人とか、食べ食べっていう人とかって、そういう、あの、生き物が僕は極めて、あの、嫌いって軽蔑してるんですけれど、あのー、で、焼肉奉行さんに対してちょっとね、前から一つ二つ言いたいことがあって、まあ、要するに彼らの言い分っていうのは、あの、これ食べ頃やからみたいなことが言うんですけれども、まあ、でもその食べ頃とですね、その肉の食べ頃と、こっちの食べ頃と、 食べたい頃は違うわけじゃないですか。今白飯行きたい時だって、ね、今ちょっとお酒飲みたいなっていう、えー、タイミングがあるわけで、その時にこれ食べ頃やからって言われて出されてもさ、それはさ、こっちの食べたい頃と肉の食べ頃が違うわけだから、美味しくいただけないですよね。なので、そういうのが苦手なんですよ。もうとにかく、これ食べてとか言う人とか、あの、お酒無理やり飲ます人とか、もっと飲め飲めっていう感じの、なんかそういう下品な人が嫌いなんです。 <laughs> とにかく下品な人が嫌いなんです。で、このね、ラジオをお聞きのですね、もう頭の悪い焼肉奉行さん、あなたにちょっと一つだけ言いたいことがある。あなたがその肉を焼きます。誰からも求められていないのにも関わらず、人生がうまくいっていない。だからここでポイントを稼がかなきゃいけない。いい男になりたい。いい女になりたいと思って、あなたが率先してですね、求められてもいない肉をじゅうじゅうじゅう焼いて、そして誰かのお皿に入れました。その肉が売れてない時にあなたは食べてって言うけれども、 その相手の人は食べたい頃じゃないからお箸を伸ばしてないんだ。その時にその肉はお前が食べろ。食べてじゃない。お前が頼まれてもいないのにもかかわらずその肉を育てて世に生み出したんだ。お前が食べろ。お前が処理しろ。で、ここで言いたい。お前今食べたい頃じゃないな。お前がやってるのそれだぞ。食べたい頃じゃないとのところに肉をバン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 入れてるのがお前のおもんない、しょうもない仕事だよ。 なので、これだけは、あのー、聞いてください。焼肉奉行さん。世の中の焼肉奉行さん。頭の悪い焼肉奉行さん。肉を焼いて売れてなかったら、あなたが処理してください。あなたが100%悪いんです。よろしくお願いします。